今度寝るのは変身ネズミくん。まあこれがラフなんですけどね。まあ僕はこれを作るまで、ラフを作るまでで、あとはまあ上野に渡して、上野がこれに、まあ僕のはすごいラフなので、それをこうプレッシングペーパーをかけて自分の絵にしていくわけですね。実際に上野が描き出した時にはちょっと違ってくると思うんですけどね。まあお話と絵と分業分かれてはやっております。アイデアは、まあ、ネズミ君の場合は起承転結がはっきりしているので、例えば途中でこのオチはこうなるだろうというのを想像してもらいたいわけです。で、想像通りの終わり方になってたらこっちの負けなわけです。ほとんど想像を裏切るお家になってればこっちの勝ちということでね。ですから子供でも大人でもなく、そういう知恵比べをしたいなっていう感じはありますね。私だったらこういうお家になる、そういう駆け引きというか、読者とね変わらないといいと思うんですよね。小さなネズミ君からゾウさんまで、いろんなみんな違う個性を利用してというか、そういう個性、みんな違ってみんないいじゃないですけども、そういう違う個性で本が毎回できるといいなと思って。ネズミ君はもう本当に小さい動物の中ではまあ一番小さい部類だと思うんですけども、小さくても、絵本の中で一生懸命頑張ってる。だから何もなくてもですね、小さくても一生懸命生きている、頑張っているネズミ君を見ていただければいいなと思います。